プラチナシステム起動します。ボイスシステムパターン C 自己中システム良好です。皆さんこんにちは、プラチナです。ではでは、ホラーゲーム文字化け、前回のエピソード1をクリアして、次いよいよ未知の世界エピソード2に入りたいと思います。では早速やってまいります。 NEXT エピソード2、怖いよ。だいぶ歩いた気がする。あなたはこの世界の出口って知らない？あなたではない、ではない、あなた知る、知らない？出口わかんないわかんない、言葉わからないよな。これ何も喋らないでコミュニケーション取らないまんまでたら、こうまたエンディング変わってくるんだろうね。こっちこうトーク、話怖いけどコミュニケーション取ってみよう。あなたって立たないの？足、これ足。ん？おにゃー、あなたおにゃーってなってる。もうわかんないよね。あなたの足。あ、出た、足。これどっちかが足って言ってるのかな。足かな。足？こう履き物。あ、足って。ってあるかな、絵文字。あった、これでいいや。第2章からはほんと未知の世界です。第1章は体験版で、体験版を何回もやってたから、もう怖いのもびっくりするのも慣れてたし、前回はわざとびっくりしてたから、わざとだよ。いや、ガチじゃないよ。ガチビビリって言ってたのもあれはもうわざとだから、大丈夫、わざとだよ。でもこのエピソード2からは初めて、ほんと完全初見なので、何が来るかわからないので、前回よりも悲鳴が大きくなるかもしれないので、皆さん耳ほんとにご注意くださいませ。足、立つ？立てる？コンコンで。私ではない、立てるではない、立てないよかな。でもわかんない、立つの苦手なのかな。で、私なんだろう、大丈夫だよ、立てなくても平気だよみたいなこと言って言ってるのか言ってないのかわからない。ではない。何々ではないよ。立てないわけじゃないよ。とか、実は立てるとか。会話するの難しいな。ほんと難しい。壁地面、めっちゃ通り過ぎたい。うわ、怖い。人形さんだよね。人形さん、絵文字ってあったっけな、人形。
人の絵文字。これでいいかな。人形、普通の人形っぽいけど、かっこ怖いけど、いやマジ怖い。あのお目目がないのとかってさ、あのホラーによくあるやつなんだけど、これねえ怖いよ。目がないのって怖いよ。人形、もう分かった、やめりゃよかった。先行こう。え、何振り向くの？ん？ひっ！え、人形がこっち見てる。ん？あの人危ない。マジで。あなた、え、人形何々すべき？強い口調で言ってる。何かすべきってこと？え、なんかしなきゃいけない的な？怖いんだけど、あなた何すべき？ああ、壊すべき。いやでも、壊すの？ちょっと壊さずに行ってみようか。壊したら余計に何か来るとか。うわあ、ちょっと待って、いきなり究極の選択。壊さないで行ってみよう。はい。また何かやる？何かやる？ああ、さっきと同じだ。ここ怖いから、もうやめて、やめて、やめて。怖い。行こう。行こう。戻った。もう無視していこう。なるほどね。いきなり2回ずしずしってやられた。やらなきゃいけないってこと？多分壊すべきだよね。壊すべきって言ってるんだよね、きっと。壊すって顔文字何かあるかな。壊すっていうのは何か。何かいい絵文字あるかな。壊す、こんなの？えいって感じでパーンって壊すべき。ダメだった。今の絵文字ダメなんだ。何がダメだった？どれがダメだった？これかな。この記号は結構、このゲームの中ではこの記号はどうも反応してくれないようなので、多分これに点にしたら入るかな。あ、できた。あのシステム的なもので、プログラム的なことで、さっきの記号を、キーボードで言えばシフトをしながら数字の7を押したら出てくる記号なんだけれども、コンマじゃないね、アポストロフィーでもないか、アポストロフィーで合ってるのかな。あの記号はプログラム的に利用するものなので、こう文字の方には入力しても反応してくれないっていうのがたまにある。反応できない記号もあるので、そこは注意。壊すべき。破壊行きます。陶器みたいな音したね。人形壊す。危ない、消えた。もう危なくないよってこと？もう怖いんだけど。何か、もう一回見てみよう。襲ってくることないよね。
人形は壊れてる。よし、ほう。うわ、怖かった。何かいるし？最後にしよう。紙かな。紙。紙。紙。書類。紙。トイレットペーパーではないよね。紙。かな。紙。で、これは？カーテン。いや、多分布だ。布。布って文字がない。そして、無視してっちゃダメだよな。いやー、びっくり。人間！継ぎはぎの男。これ名前変えようかな。継ぎはぎの男とか、ハイバイ男とか。もうちょっといい言い方。ハイバイ男。ハイバイさん。ハイバイさん。フードの男さん。さんつけるしかできない。さんつけるくらいしかできない。生首さん。銀髪さん。違う。銀髪さん。第一章に出てきた人ってことかな。そんなことないか。でもここ隙間があるし。隙間あるよ。あ、赤い傘の人だ。きっとそうだね、通り過ぎたもんね。継ぎはぎの男、継ぎはぎさん、継ぎはぎさんにした。したった。セーブしとこう。なんでこれ2つもあるの。こっちにしとこう。できた。人間って、なんであなたこんなとこにいるの的な。第2章になってで、人形とこの継ぎはぎさんが初めて出てきた。人形さん登場人物に出てこなかったね。んではない。できた。わかる。わかることができない。理解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 。理解。わかる。わからないって聞いてるんだろうけど、理解っていう言葉あったっけ？わかるではない。わかる。わかると理解っていうのを探しています。わかると、出た、隠れる、いた、運ぶ。わかると、あ、できたじゃない。理解と、わかる。同じような意味に感じるんだけど、あ、これがわかる。これわかる。だよね。6ページ目にあった。で、あと、理解。理解って言葉使ったっけ？理解って言葉使ってなかったら、あれが理解っていう意味だけど、ないな。わかるじゃなくて、多分理解だ、これが。理解できない。なんか喋ってる。二人でなんか喋ってる。あの人何何って。なんて言ってるんだろう。何だろう。は疑問詞だったのかな。疑問？多分疑問詞って言ってるから、多分これで間違いはないはず。
はず。何々ではない。ハイバイさん、あの人行く、どこに行く、プラチナのこと話してるの。次ハギさんは、あの人行くって。何、また疑問詞。え、また疑問詞、これも疑問、疑問詞、し、疑問詞、これだ。あーんと分かんなくなりそうだな。行くのって。とりあえずこれでやってみよう。ハイバイさん、あの人どこどこにいた、人間界にいたとか、ホニャララを使うときは悩むような口調、悩む、悩む、これでいってみよう。これをつけるの不確定な意味になるのかな。あの人、ハイバイさん、あの人どうすればいいみたいな。なかったないよね。ハイバイさん、あの人、何、ここでコインが出てくる。私ホニャララではない、持つではない、お金持ってないしとか。次ハギさん、はぁみたいなことなってる。次ハギさん、笑ってるし、私何々、あの人何、面白そうみたいな。彼らって見た目は怖いけど意外とコミュニケーション取れるっぽい、仲良くなれるのかな。何、仲良くしたいとか、何かしたい、仲良くしたいな、だったらいいな。仲良し、仲良ししたいとかだったらいいな、とかだったらいいな。仲良し。次ハギさん、ほにゃらら、いい、なんだろう、人間、人間、かな、何々っぽいみたいな。ハイバイさん、何か言ってる。ハイバイさん、仲良しではない、仲良くないよ。次ハギさん、ちょっと待って、血が出てきた、血、血、血をどうするの。ハイバイさん、ダメって言ってるよ、ダメって言ってほしい、ダメって言ってほしい。できれば否定してほしい。なんか血がどうのこうのって言ってるから、それはちょっと否定していただきたい。なんか否定していただきたい。何話してるんだろう、ほんと気になる。こっち見てる、めちゃくちゃ見てる。いってらっしゃーい。あ、
じゃあね。結局何だったんだろう。わからない。出口を聞きたいけど、まず話せないと伝わらないし、だよね。言葉を覚える必要はあるよね。コミュニケーション取らなきゃだよね。さっき何を話してたの？すごく気になる。どうしたの？言葉を理解する必要があって、教えてくれると嬉しいんだけど、お願いします。伝わらないかな。言葉。ハイバイさんってそんな声。え、今ちょっと可愛い声が出たんだけれども、え、音？何？言葉というより音っぽいような。ハイバイさんちょっと困ってる？え、何これ？ほにゃらららね。50音言ってくれてるとか、あいうえおかきくけこさしすせそとか、あいうえおかきくけこさしすせそたちつてと、なにのねのはひふへほまみむめもれれれれろわおんとかより多い気がする。理解？あ、わかったって理解。理解っていうか、やっぱりこう、わかるって聞いてる方が、わかるって言ってる方がわかりやすい、わかるの方がわかりやすいかな。多分それ言葉、そうそれみたいな。へへって、あ、わかるわかるって。私、分かった、理解できた、言ってくれてる。多分それが言葉。多分それが言葉。あなたではできない。あなた理解できない？分からない。あなたには分からない。言葉かな、これ。あなた言葉を理解したいですかって聞いてると思いたい。言葉ちょっと違う気がするけど、でもこれしか思いつかない。あなた言葉理解したいって聞いてる。私言ってることわかる。あなたの言ってることはわかる。私はあなたの言っていることはわかります。でも僕はわからない。うん、教えてくれてるのかな。言ってること。あなた人間、うん、人間だから、あなたは理解できない。人間だから理解できないんじゃない？で、あなた困ってる。困ってます。わかるようになるよ。教えるとか？あなた教えると理解します。教える、わかる。多分そう。言葉がわからないと困るから必要で、私言ってることわかる。わかんない。伝わったのかな。ただの壁の一部。壁。私言ってること、あなたの言ってることはわかるよ。理解はしてくれているけど、僕の方からハイバイさんの方に伝えるのができない。
しちゃダメだよね。電話がある。クリックできない。こんにちは。こんにちは。どなた様。はい、何かすべき。あの人はあなたを何でしょう。切れた。意味わかんないまま切れた。何だったの電話。電話さんで、これ照明明かり。何これ。あ、鏡だ。鏡がある。怖いな。早く行こう。こういうのに何か映ったりするんだよね。あ、ハイバイさん。ブリキ。鏡だよね。鏡って出てきた。何これ。鏡。鏡って絵文字なかったっけ。絵文字絵文字。どこだ。絵文字の鏡ってあるかな。これ鏡に見えないけど、これかな。これもブリキなの。ブリキの類なのかな。なんか映るかな。はあ、ハイバイさん、なんか映るね。いや怖いけど。壁、天井。あ、すぐ。へい、何か。いやーねー、女の人。女の人だ。あ、ちょっと怖い。話しかけるのすごく怖い。怖いけど話しかけなきゃいけないというところで、今回はここまでにしたいと思います。続きは次回です。あの女の人に話しかけたいと思います。ご視聴くださりありがとうございます。よかったらぜひ高評価、コメント、チャンネル登録してくれると大変嬉しく思います。次回もまた見てね。怖い。ではでは。